ジェズラ達也です。おはようございます。おはようございます。おはようございます。朝からそしてお前元気だな。はい、今日はですね、新年一発目のね、高輪宿ランドレですよ。トレーニング再開したいと思いますよ。トレーニング再開しないと思いますよ。聞いてるんですか。朝から元気だなって。こっちはさ、ね、新年早々さ、あんたに連れ回されてさ、俺は眠いんだよ。わかる。はい、もう約2時間ぐらい運転してるぞ。あのね、そうなんだよ、今日めちゃくちゃ混んでて、道が。そうだよ、まあ大体いつも1時間ぐらい着くんですけど、今日道混んで2時間。まあ朝、まあ6時半ぐらいに合流して恒例のトレーニングに向かうんですけど、家から結構遠くて、今山の方に向かってるんですけどね。ほんと山重くし走りたいと思うんですけど、こう三つ子をね、やっぱ連れてきた理由としてはね、はい、特にないんだけど。おい、ねえのに俺を連れてくるな。俺一般人でしょ。あなたは格闘家だよ。そうよ、それはいいよ、50人練習してもらって、うんうんうん、新年ぐらいでさ、ちょっと休ませてくれよって話なんだよ。いやいやいや、もうね、やっぱ一緒にこうね、チームでやってるからにはさ、はい、やっぱ俺の動き、俺のね、はい、日常をね、ついてきてほしいわけよ。まあそうだけど、チミだとしたらさ、チミもう一人いないじゃん。今はもう訳あってね、ちょっとねいないんですよ。何してんだあいつ。まあだからね、ちょっと三つ子を今日朝から連れ回したいと思いますんで、はい、一日ついてきて。で、皆さんもこう一日僕の生活についてきて、俺のルーティーン。誰もついてこれねえぞ、多分。いやいや、この人はもう朝早いし、俺朝早く、早起き大好き。達也が頑張るってことで、じゃあ俺もね、ちょっと、うん、まあ頑張って今日一日過ごしたいと思いますか。はい、運転よろしく。頑張りますよ。ありがとうございます。助かってます。はい、そんな感じで行きたいと思います。それではレッツゴー。はい、終わりました。あー、今日きつかった。やっぱね、新年初めましてということでめっちゃきつかった。いや、マジでもう俺もきつかったぞ。何やってたの。寒いし、うん、いや結構やっぱ見てたよ、達也の頑張りをさ。まあ試合もね、決まりそうだからね。あ、マジ。うん、試合もまあちょっとずつ決まりそうなんで、まあちょっとね、新年そうね、上げていこうかなと思ってね。 K1 ってこと。それはまあ言えませんよ。まだ言えないですか。それは言えないです。じらすね、あんた。うわ、マジか。そんな感じ。楽しみだね。2022年、はい、初試合。いつでしょう。2022年もね、いい年になりますように。なりますようにじゃなくて、なるぞじゃない。なるぞ。これからね、はい、クレスト。次はキックボクシング、はい、次はね、格闘技の練習で。もうハードだね。ハードだ。格闘家すげえわ。もう30歳だぞ。いえ、まだまだこれからだ、人生。年齢はな、数字だ。何、年齢は、うん、な、学校じゃねえんだよ。年齢は学校じゃねえって、もう当たり前だ。年齢はな、ただの数字なんだよ。年齢はただの数字で、どう生きてきたかが問題なんだよ。例えばこれが俺が20歳だろうが30だけど、俺が20年でどんだけで何。次の現場に行きたいと思います。行くぞー。フォッ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 。どう、キレマンマンか。おい、日本語喋れな、押し付け。キレマンマンですか。マンマンです。はい、じゃあ行きましょう。次の現場行きましょう。はい、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 
い、どうも。はい、ナイス。はい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 。今練習が終わりました。クレスト今日めちゃくちゃ予定がパンパンで次のとこ向かうのに遅刻しそうなんで、クレストで、まあ、シャワー浴びたんですけどドライヤーしてくるの忘れたんで今乾かしてます。天然で生きてと生きている、そのやっぱりね、まあ、正月明けということで走ってはいたんですけど、まあ、久々の、まあ、練習が疲れますね。髪の毛を乾け、トイ。何ですか。もう僕は眠いですよ。眠そうだね。マジ眠いっすよ。何してんすか本当に。何してんの。何してんの。どうどう。何がいいの。何やってんの。いつぐ。分かった、達也の忙しいっていうかもうキッサー分かりました、ね、分かった分かりましたので、俺のいつものルーティーン大変っすね。もう秒刻みっしょ、もう時間のね。そうだね。に何秒、もうドライヤーする時間ですらないっていう、まあ、今日はちょっとたまたまね、うん、今日はちょっとギリギリまでちょっとね指導してもらってたから、あ、はいはいはい、今日はたまたまドライヤーできなかったけど、まあ、2022年最初の、うん、まあ、練習といいますか、はいはい、どうでした。いやいいよ、いいつかみですよ。いい感じ。いいつかみ。いいつかみ。いい感じ。いやー、まあもう2022年ということです。はいはい。本当に。はい。YouTube も。はい。キックボクシングも。はい。頑張らんとな。頑張らんとな。やったことに関しては中途半端が嫌だから、まあとことんねやるからにはやりたいし、頑張りましょう。頑張りましょう。はい。みんなどうですか？2022年目標とかやることとか決めましたか？まあみんなね、人それぞれ思いだったり目標だったり、まあいろんなことがあると思いますけど、まあ一緒に全力で頑張りましょう。まあ本当ね、諦めない限り絶対に目標っていうのは叶うと思うと僕は信じて、いつも一歩ずつ前に突き進んでいって、諦めなければ絶対に。ブツブツうるさいな、さっきから長ー。しかもお前こっちは眠いのにも呪文のかのようにさ、やめてくれよ。もう何を言ってんだよさっきから。暑いなー、2020年暑くなっちゃった。暑くなっちゃったね。また頑張りましょう。頑張っていくぞ。はい、水上も頑張りましょう。2022年頑張っていきますよ。222。はい、また次回の動画で。はい、じゃじゃらじゃじゃら、うわー、チャンネル登録ありがとう、高評価もありがとう、今日もありがとう一日、明日も笑って一日。